どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、ハローバイバイ関明夫の都市伝説事件です。信じるか信じないかはあなた次第です。でおなじみのミスター都市伝説関明夫さんですが、愛媛県立今治西高校博多分校の魅力向上を目的に作られた放課後情熱学園の校長に就任していたと聞いて驚きましたね。さて今日は都市伝説のコミック本の作画が問題となった事件を紹介してみたいと思います。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知ったことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。株式会社竹書房はハローバイバイ関明夫の都市伝説シリーズを出版していました。その後都市伝説シリーズのコミックが販売されることになり、漫画家が作画を制作して竹書房に引き渡し、その対価として原稿料を受け取りました。その後にコミックが人気シリーズとなり、さらに増刷して発行されていたことから、漫画家はその分の原稿料約508万円の支払いを求めて提訴しました。漫画家はコミックに関して原稿料を受け取ったが、増刷分については受け取っていない。そもそも増刷分については著作物の利用を許諾した覚えがないので、著作権侵害に当たるのではないか。しかもコンビニでコミックを約2週間程度販売するという目次的な合意があったはずで、2週間後に増刷したものについては改めて著作権の利用について同意が必要となると考えられるので、その分の原稿料を払ってほしい。と主張しました。これに対して竹書房側は、契約では増刷分についても著作物の利用が許諾されていたはずだ、コンビニコミックは雑誌扱いの不定期刊行物として約2週間程度販売された後、売れ残ったものが返品されるのが通常であり、初版の販売時にあらかじめ増刷することは予定されていないが、これは事実上の取り扱いであり、コンビニコミックだからといって流通期間が2週間に限定されているわけではない。と主張しました。そこまで。これらを受けて知的財産高等裁判所は、竹書房はコミック1については作画原稿1枚あたり1万円の原稿料を、コミック2ないし6については作画原稿1枚あたり1万3000円の原稿料を支払うとの条件で、漫画家に対し各作画の制作を順次依頼し、漫画家はその都度これを了承して漫画家と竹書房との間で各合意が成立したものである。各合意により漫画家は各作画の制作を行うとともに、竹書房が各コミックに各作画を掲載して出版及び販売することについての利用許諾を与えたものであるが、各合意で定められた漫画家の原稿料は作画原稿の1枚あたりの所定金額に枚数を乗じて算出されるものであって、各コミックの発行部数は
その額を定めるための直接的な要素とされていない。実際、各号にあたり、漫画家と竹書房との間では、原稿料以外の条件や各コミックの発行予定部数、流通期間等について話題となることもなかったのです。以上のような原稿料の定め方は、書籍等の単価に印刷部数または販売部数を乗じ、さらに一定の割合を乗じて著作権者に支払われるべき対価を算出する、いわゆる印税契約とは異なり、著作物が掲載された出版物の発行部数の価格によってその金額が左右されるものではない。そして各コミックの出版において初版時の発行部数やその後に増刷を実行するか否かは、いずれも出版社である竹書房において適宜決定すべき事項であるところ、竹書房との間で作画原稿の1枚あたりの所定金額に枚数を乗じて算出される金額をもって、当該作画原稿の制作や出版及び販売についての利用許諾の対価とすることに合意した漫画家にとっては、増刷によって本件各コミックの発行部数が増加することは、初版における発行部数の多寡とその性質において異なる意味を有するものではない。以上によれば、各合意により生じた漫画家の利用許諾の効力は、各コミックの初版の発行から約2週間程度に限定されるものではなく、その増刷分についても及ぶものと認めるのが相当である。よって漫画家の控訴を棄却する、と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、漫画家と出版社との間で作画の利用について、増刷分についても利用許諾がなされていたとして、漫画家による初版以外の増刷分に関する原稿料の支払いを認めませんでした。事前に増刷分に関する利用料につき、出版社との間で明確に取り決めておくことも重要でしょうね。以上、エンタメおわくでした。ではまた。